運行系統図ビジネスクラスアセラエクスプレスは、アメリカ合衆国の旅客鉄道公社、アムトラックが運行する、ボストン・ニューヨーク・フィラデルフィア・ワシントン DC を結ぶ特急列車である。名称は、アクセラレーションとエクセレンスを合わせた造語で、現在アメリカ唯一の高速列車である。自動車大国であるアメリカでは大都市近郊区間を除けば、鉄道の旅客は少なく、 大都市間の移動は主に飛行機が使用されている。アムトラックはアメリカ東部を中心に路線を持ち、これまでもニューヨークワシントン DC マを結ぶ特急列車などを運行していたが、ビジネス客の利用が多かったメトロライナー以外の列車では利用者低迷にあえいでいた。そこで起死回生を狙ってアメリカで最も人口が密集する地域を結ぶ北東回廊のボストニューヨーク。 ワシントン DC 間に高速列車を走らせる計画が浮上した。それが2000年に運行開始されたアセラエクスプレスである。車両の選定でフランスの TGV、ドイツのアイス、スペインのタルゴ、イタリアのベンドリーのスウェーデンの X2000 といったヨーロッパの高速列車が候補に上がり、アイスや X2000 は実際に試運転まで行われたが、 最終的には TGV の技術をベースにした車両が導入された。車両の製造はカナダのボンバルディアとフランスのアルストームの企業連合が行った。沿岸部を走るという特性から車体はステンレス無塗装となっている。現在アムトラックは新型車両の導入を計画中である。次期新型車両の製造メーカーはアルストム社に決定した。動力集中式で アベリア・リバティと呼ばれるタイプで2022年の営業運行開始を目指している。試験走行開始は2022年を予定している。2022年までに全編成を置き換える予定である。全体的に老朽化した在来線で1830年代の設備も残るが、路線の近代加工時は継続的に行われている。交差する道路は立体化されており踏切は、 非常に少ない。ワシントン DC フィラデルフィアニューヨーク間は、複々線の区間が多く、最高速度時速2 1 5トル程度で225マイルを最速2時間47分で結ぶ。ニューヨーク、ニューヘイブンボストン間は、ニューヨーク近郊で通勤列車の本数が多いため大幅な助行を余儀なくされているが、最高速度時速2 4 0トルに、 代用している区間もあり、231マイルを最速で3時間23分で結んでいる。座席は、ファーストクラスとビジネスクラスのみからなっており、他の列車のエコノミークラスとは、値段、サービス両面で差をつけている。公衆無線 LAN も使用可能、カフェ車も連結されている。ファーストクラスでは、他のアムトラックの寝台車同様、食事及び酒を含む飲み物がサービスされる。 アセラ車内販売限定サンドイッチも人気が高い。なお、アセラエクスプレスの運転開始後も細々と運転されていたメトロライナーは2006年10月27日の最終運行をもって全廃となった。ちなみに裁判年のメトロライナーは平日一往復の運転となっていた。アセラエクスプレスの停車駅は以下の通りである。途中14駅に停車するが、 一部の列車しか停車しない駅はアスタリスクでマークしている。接続の詳細および他の列車の停車駅は北東回廊を参照。事故や定時性の低さで毎年のように議会のやり玉に上がっているアムトラックの起死回生の切り札として登場したアセラエクスプレスではあったもののいくつかの問題が生じている。AB オーバーシーズレールウェイトピックス 鉄道ジャーナル第35巻第5号、鉄道ジャーナル社、2001年5月1日、120ページ。h t t p w w w b l o o m b e r g c o j p n e w s a r t i c l e s 2 0 1 2 1 2 1 3 m e z l o 9 6 s 9 7 0 1アルストムティップドツインワームトラックハイ。 スピードトレーンコントラクト。2015年10月5日閲覧。アムトラックオーダーズアルストム。トレインズフォーノースイーストコリドール。2016年8月28日閲覧。ニューアムトラックアセラフリートイントロダクションディレイド。2021年6月5日閲覧。httpnc.amtrack.com e プロジェクトネクストジェネレーションハイスピードトレインズ。 全世紀の1980年代からは、アムフリート型客車編成を使用し EM-7 型電気機関車が牽引する客車列車に変更された。ありがとうございます。